エゴマニアックス。どっから出るんだっけ。というわけで、ここはシワの交番でーす。思い出しました。ゆうやくんがいないんでした。そうそう、呼び出されてゆうやくんがいないところからだったわ。なんでそんなに忘れてんの。1週間ぐらい収録しなかったからだね。編集ずっとしてたわ。イカズキさんはここのね、交番のおまわりさんですね。頼りなさそうな顔って言った人、接客はいいみたいだよ。どんな接客。ああ、この人か。見たことあるね、この前の。美咲隊については、申し訳の思ってるよ。本当ね、あのさ、よく、あのことさ、すむ問題じゃないんだけどさ。俺が聞きたいわけは、そんな表面だけの謝罪じゃないんですよ。何も動いてなかったって言うんですか。何も被害者が出てるってのに。いや、さすがのおっさんだ。そういうわけじゃないんですさ。気持ちで外れた？神隠しで、おじさんがここに来るのがちょっと起きてるんですさ。だけどさ、残念がさ、一切手がかりつかめてないんだよね。それでもさ、おじさんの意見がさ、君さん全面協力、うるせえ。しまるね、じゃあどいつもこいつも、いつかさね、振り付けちまったんだ。困ったね。こんなんで合ってんのか、テレコ。いかつきさん、こんにちは。恥ずかしいよ、みたいな。あの人はさ、そうそう、前もあったんだけど、千歳聖也くん。そうだね、聖也って言っとった気がする。千歳聖也くん。はい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 。神隠しを解決するのに帰ってきたのだそうだ。へぇ。それで、どうしたんだい。ホラー映画の話ってわけじゃん、そうね。お礼を言おうと思って、先日助けてくれて本当にありがとうございました。まあ、見つけたのはこの人ですからね。はい。まあ、礼を言おうのは何もしないよ。道端に食べてるのは君たちが最初に見つけたりさ。大丈夫じゃないよかったよ。食も受けの変化になるかい。でまあね、この前なんか変なドクターが出てきたのを覚えてるわ。変化はなくドクターが出てきたんだよ。俺記憶なくしたって聞いたからさ、ずっと心配してたんだよ。まあそれでも不便だろうね。すぐ周りよっぽめくれたんだね。大切なんだよ、かけられない子たちのさ。それでさ、イカツキさん、兄貴とハンカレイちゃんが倒れてた理由なんだけどさ、ジェイソンが原因だって。そうだ、ジェイソンにしてるんだった理由を。理由をジェイソンにしてるんだったね。ジェイソン。変なマスクをかぶった化け物らしいんだよね。まあ本当にいる可能性もあるって話なんだっけ、今は。見た目は想像できるんだよ。18の土曜シリーズはおっさんも好きだし。やめてください。なんかどっかの実況者までやりそうです、それ。ごめんなさい、私を見間違いです、きっと。まあ一例そうとも言えないよ。まあ数年前にさ、同じような初見がおるからさ。島根姫が掘りで呼び出してないからね。パトロール許可しよう。ほんとお願いだよ。また兄貴が倒れて見つかったら私の子どうにかなっちゃいそうだ。これじゃあつらい。頑張れね。ほんとすみません。こんなんで合ってんのかよ。夜になったわ。イカツキさん優しいだろう。まあそうだね。ちょっと頼りない恋してるけどね。誰かさんのせいで。そうだなって。私と兄貴は東京に行くばっかりの時、で家族みたいに親身になっていろいろ教えてくれたあの人なんだ。頼りなさそうだけどね。芝がどこに何があるのかとか、どういう娯楽が入りなのかのが、娯楽ネット回線がない。だから携帯がスマホがないんだよね。スマホがない。東京はネット三昧だったからな、最初の頃。普通だったけど、お金はレンタルビデオで昔のメスなんか趣味まで劣化しているのでは。それは孤島にする子供たちがロボットによって人類を滅ぼす。なんかありそうだな、そんなの。結構溢れてるよ、しかも。人ごとな思いながらすし。あ、そういう前見たアニメも、兄貴とっちゃ初見になるわけだな。羨ましいぞ、私だけ気をなくしたい。そういうのはダメだよ。ヒートアップするな。え？あ、おっぱい。神谷宗様、今君、神谷すみれ様。メールを解決、天使に何万なご用意かつて、ここに深い闇を抱えてる模様。それがどのようなものかは私から測りかねておりますが、ここがより通じ合うことができればそれを見えてくるかもしれません。なるほどね。お前出てくんだよ、急に。急に出てくんだよ。ユーズね。ユーズの能力ね。ユーズってのは、仲間との仲を含めることによって何かしら有利な能力を得たり、いろんなスキルを習得したりってことですね。この人は、アピール HP 最大値情報が強いなってか。HP が強くない？じゃあ早速ユーズやっていこうと思います。
魔法少女がさ、白い生き物に契約する。ねえねえ、やめようや。なんか聞いたことあるって。意味深な黒髪の、もう、わかんない。あのさ、知ってる人からするとなんか出てくるからやめろって。喋るんだろ。喋るな、これ。喋るだろ、お前。はい。これ喋ってんの誰？あの、おっぱいでいいのかい？あのさ、俺はさ、あいつの名前覚えられないらしい。辰巳屋の元休みなんですかな。あ、いや、すぐに直したわ、ババケンタ。あ、そうか、まだ、そうか、まだそうなんだ。え？ちょ、待って、お腹が頭痛で痛いんだって。ちょっと頭が腹痛で痛いってどういう、やった、ちょっとお腹が頭痛で痛いってどういうこと？逆だよ、こうか。どこでも、どっちも突っ込みどころ満載。ってことは、体調には問題ないんだ。言うやから？深夜に神社にます。誰も言うなよ。どういうつもりだ？どうしたのショウ？あー、一人で行く感じか、これはさすがに。深夜2時。ダメだよ、門限が。この人の門限に引っかかるよ。あ、先生の字まで言ったな。現代部は暗記教から。ここの先生だったね、それ、このおじさん。どういうポイントに文章を読むべきかは、実はある程度パターン化されている。次の文を、歴史を知り。自己の感性とどう結びつくか、自らの個性を把握し、文と感覚を照らし合わせるんだ。その点を踏まえた上で、評論の技術を見つけてみて。うちの学校生活にこんな心の先生おらん。言うや。頭に入ってねえな、こりゃ。あ、懐かしいシーンですね。そうだ、飛ばされたんだったね、そういや。ってことはそうだ。それを見て、逆にそれを感じちゃうわけか。超当てられるつばき先生に。大丈夫か？授業中ぼーっとすんな。あまり無理はすんなよ。風間、力に応えてくれるか？この男が自分の目を潰したのは力を抑え、やだ、力を抑えて目を潰したくない。授業に集中してね。やだ、それはそれで怖い。もう放課後になった。結局あまり集中できなかったような気がする。まあ、授業なんて集中して聞く方の方が稀ですよ。ダメ？え、ダメ？ダメ？片松千代殿は少しばかり抱え込む癖がありますからな。なんか嫌なことがあったら、そのちゃんと私たちに言ってほしいな。そうしないけど、そうする。そうなんだよね。だって、兄貴もう寝んの？まだ19時や、19時。眠くて。だってさ、夜中起きるけど、大丈夫なの？ダメなの？ダメじゃない？なんか。なんかいろいろとダメな気がするけどな。門限引っかかるんじゃねえか説がすごいんだけど。確実に門限引っかかるルートだよ、それ。深夜って。よく出てこれたなぁ。あのおじさんに突っ込まれやんなんかい。あ、完全に私服。来たぞ。ほんと。ああ、どこまで二次元のやつだ。こんなふざけた時間の呼び出しに何も警戒しないで応じるなんてよ。なあ、翔。自分が、なんかの物語の主人公なんじゃねえか、なんて思ったことあるか。まあ、あなた主人公ですよ、というか。まあでもね、人生は自分が絶対主人公だよ。自分は全員主人公なんだよ。自分っていう存在は、その人生の中でみんなが主人公なんだけどね。親を奪われて、それでも俺は生きながらえてきた。刀を持つ権利を与えられて、鍛錬に鍛錬を重ねてきたつもりだ。しかしお前は何もできなかったぞ。だからさ、俺は、神隠しを解決するなんて生まれてきた存在なんだって思ってた。違うじゃん。それは違ったんだよ。お前がこの島に来るまではな。そうだね。多分聞いてんでしょ？学園長との会話。え、ダメだよ！戦えないって。全部忘れちまってんだろうけどさ、俺は昨日のようなことを思い出せるぜ。初めて市内を握ったお前にここで負けた屈辱をな。ああ、天才タイプだから。いや、みんなそういうのあるんだよね、多分。ショーに対して、なんかみんなそういうのがあるんだよ。なんか、ショーは無自覚なの。ただ、こっちから、なんか、このユーヤたちは、からすると何かしらみんなあるんだよ、そういうのが。やっと返してやる時が来たっつうわけだ。行くぜ！行くぜじゃねえんだよ。行くぜじゃないです。
この光は、え、タイの誓い、はい、え、お、え、お、え、え、そ、そっち、え、なに、歪んだ心に剣は答えない、え、今なら、お前変身すんの、気がするぜ、俺の心すべて剣に込める、え、お前もアクターだったの、覚悟しろ、超、いや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 、お前もアクターだったの、ダメだよダメだよ、いろいろ、なん、え、心アクターになるってどういうことな、え、どういうこと、え、この世界でアクターになるってどういうこと、どうやってアクターに、しかもさ、ショーこの生身だけど、俺は本気だぞやめろ、いや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 、わかった、わからない、俺には、あ、なれるんだ、街の中でも、あ、そうなんだ、強く念じれば街の中でもなれるんだ、へえ。何これ、通常攻撃がさ、聞きづらいみたいになってるんだけど。あ、ほんとだ、耐性持ってる。強っ。え、通常攻撃に耐性とは一体、斬撃に耐性ってやつちゃうんだっけ、聖剣見たら、トニと、魔術攻撃力 100%。電撃属性。アターアレスってのも気になるけど、横一文字はわかる。シャイクス。幻惑 75%。まあ、パッとに幻惑かけたら楽そうだけどな、一人だからさ、どうした方がいいんだろう、シャイクス一回かけるか、でも。なんだこれ、なんだこれ、何今何した、なんかなんちゃらなんちゃらなんちゃらってなっとったぞ、今。なんか攻撃力も上昇って書いてあるけど、まあ、一回かけるのはでかいよ。HP1000 もあんじゃん。HP1000 もあんだけど。だから、多分、聖剣で奪うとこからだわ。横一文字もういらなくなったな。てかさ、おめえ喋んのか、あれ、この男性喋んの、今まで喋ってきたのはなんかさ、全員女性だったじゃん、これも聞かねえ体勢持ちだ、これもシャイクス切らさんようにして、アターレス、あ、アターレスはあれ、あれか、てか横一文字奪っちゃったからまたもらうことになるのかな、え、どうすんだ、トニトとかいらないぞ俺、正直喋るんだ、ぬるいでしょぬるいだろそりゃ、いつまでもあぐらをかいてんじゃねえ、いやいやいや、エクストラ、そうか、エクストラがある、そうだ、耐性持ちの攻撃したらこれを打てるわ、物理万能属性、オッケー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 、これで、でもこれでも43か、切り裂くミス切り裂けてない、それは切り裂けてないよ、向こうの通常攻撃がどれぐらいなんだろう、シャイクスがどれぐらいになるかなんだよね、75% の確率にかけてるから、こっちは。エクストラして、基本的にエク、でも SP をこんなに使ったらさ、気合とかまで回復し、ちょっと回復しないでくれる？いてぇ !109 やばくね ?109 はやばいでしょ !109 はやばいって。かかれ！ほら！よっしゃ！109とか一発で2発 KO はやかんて、2発 KO は。あー、140くらったこんなに頑張ったのに140でワンパンされた、ってかこれ負けバトルだった何分間無言でコントローラーいじってんだよマジか、一発でやったわ、どん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 攻撃上がってたのね、今までむしろ 25ターンも耐えてるわけなかったのか、勝負ありだ。そうだな。分析完了。お前は強い。まいった。分析完了。お前は強い。強かったわ。140も食らうと思うんだわ。雑念が立ちずに見える。何のための刀かわからない。いつかのお前の言葉を受けて、そうやって受けたんだね。でも答えの人は、もう強かったよ。で、HP1000 って強すぎだよ、HP1000 は。辰巳、お前も HP1000 ならそれで来てくれよ、お前も。味方になっても1000で来てくれよ、頼むわ。300ぐらい削ったの、こっち頑張って。え？悪かったでしょ、突然こんな真似をしちまって。まあ、そりゃそうでしょう。吹っ切れてよかった。へぇ、ちっと悔しがりつってなよ。この戦いはつまんねえ、俺と決別するのも必要なもんだった。
いや、お前が自分でアクターになると思わなかったけどね。え、どういう理論なの？なんでアクターになった？すぐに。はい。いや、もし俺がセーフだったとしても手を抜いちまったんじゃねえか？まあ、俺は手抜かない。どんな奴が相手だったとしてもだ。そのためずっと培ってきた剣術だからな。まあ、ワンパンされないでね。一回君死んでるからね、エルシャレの力を持ってるけど。一瞬連続しよう。俺も神隠しをどうにかして、試練の形に取られちゃいけねえよな。え、でも、なんでアクターになれたの？お前はアクターではないって言われてたじゃん。え、どういう理論なんだ？あ、やべ、おっぱい来るこれ。これ来るわ。炎が目的のため戦う英雄に次ぐ。またですか？まあでもさ、まあでもよかったっすよ。辰巳がなんかさ、はるかだったっけ？はるかと同じようになんかさ、ダンジョン化するのかなとでさ、水星か。テトリス好きかな。水星。エゴイズの力の効果中。同じこと、あ、そうだね。これは、はるかの時もそうだったね。見させてもらった。あ、お前が演じた戦闘力の覚悟。きっと今後の休みに立つだろう。あれ、誰が喋ったんだ？聞き覚える。ここだ、足元。あ、あら、かわいいじゃない。そうだよな。そうだよ。こいつだよ、つごもりって。つごもり銀狐ってみんな言ってたもんね。つごもりだ。人語を話す狐。まったく、お前もしょ、もう、額が足りないな。島根大人気の私を一切認じてるのは驚きだぞ。あの幽霊のつごもり？そうだよ。びっくりしたわ、つごもり銀狐。こちらの世界に座ると、あの幽体の、ま、いたらびっくりするわ。心霊現象だわ、幽体でいたら。喋る狐。夢を見てるんじゃないか、俺。非日常的な散々見せておいて、何を言いますか、そう。しかも自分から見せてるからね。まあまあ、それもそうだな。話は聞いていたな。そういうわけだ、つごもりさんよ。だからもういきなりこっちに転移するような真似はやめてくれな。そうだな、いきなり、そうか、突っ返されたんだった。お前の力、同行させても足の音よりしか。そういえばお前、どのような季節でアクターになれたのだ。そうだ。あ、それは、お前たち。あ、誰？誰？マジで誰？やべ、長老だ。深夜に何をしてる？明日も学校があるんじゃないのか？あれ、話し込んだらこんな時間に。ほんまにおだもえ。次見かけた学園に報告させてもらおうか。はい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 。困ったな。別に、口だけだよ口だけ。弱腰のじじいだから、態度だけはできるね。やめろよ。長老。一つ前の学園長だよ。へぇ。島の多さを解かねえのが約束でな。じゃあ、あの学園長やっぱ若いよな。あれ、いつの間にか嫌がってやがる。逃げ足が早いな。まったくだ。うん。どれだけ狙えるのか。狙い方がいいのかもしんない。あー。